6時です。4チャンネルは1982年4月5日から1983年3月31日まで日本テレビで放送されていた報道番組である。放送時間は毎週月曜日金曜18時〜18時30分。それまで日本テレビは平日18時台にアニメ、特撮などの子供向け番組、全国ニュースの NNN ジャストニュース、そして5から10分程度のローカルニュースを並存させていたが、この番組の放送開始によって18時台全体をニュース番組の放送に使うことになった。ニュース、記者リポート、スポーツ情報、天気予報などによって構成のテレビマガジン的なコンセプトの番組で、テレビ開発の移動スタジオ出現。あなたのご近所へお邪魔します。をキャッチフレーズにしていた。関東ローカルの番組であり、番組タイトルにある4チャンネルは日本テレビのチャンネル番号を指し示している。番組は初代マイスタジオからの生放送を行っていた。番組テーマ曲は作曲家の三枝重彰が手掛けた。直後の時間帯に放送の NNN ジャストニュースと同じく番組制作は日本テレビ報道局が担当していた。しかし、番組はわずか1年で終了。この撤退に関し、読売テレビなどの一部系列局からは、報道軽視ではないかとの批判が出た。18時台前半は再び、子供向け番組が編成され、17時台前半にニュースが設定されたが、それから3年半後の1986年10月に、NNN ライブオンネットワークがスタートしたことにより、18時台前半にニュースが再び編成された。番組の目玉として導入されたのが、情報カーと呼ばれていた特注車両である。マイクロバスベースの車体を改造した車両で、カメラから調整室に至るまでの中継機材を完備。通常のテレビ中継車としての機能、設備だけでなく、番組独自の機能も持たせていた。押しボタン式で50人のインスタント世論調査ができる電光板は毎日同乗して現場に赴いていた情報カーパーソナリティ、仁太郎と町の視聴者との井戸端会議を盛り上げた。日本テレビ社誌に掲載されていた当時の宣伝記事によると、テレビ界奔放初の試みの移動スタジオで関東地区のどこへでも移動は自由自在とのこと。以上の他にも情報カーには以下の設備があった。日本テレビ社誌に掲載されていた当時の宣伝記事からようやく抜粋。上記の宣伝記事などが掲載されていた日本テレビの社誌によると中継車としての機能を持ち合わせていたことから番組の打ち切り後にも短期間ながら不定期に使われていたという。ありがとうございます。